山品宮武彦を2月13日から1987年8月10日は日本の旧皇族。山品宮菊丸王と同妃、の子の第一王子。海軍軍人で最終階級は海軍少佐。皇族で初めて海軍航空隊に所属し空の宮様と呼ばれた。決定法に空いただき黒作をかぶった武彦を1908年。 当区、丸王の皇居を受け、山品の宮を継承した。1918年11月には、海軍兵学校を卒業。その後、貴族院議員となり、1946年5月23日まで、議員であった。1920年12月、海軍法術学校を卒業後、追浜海軍航空隊夫となり12月12日に、第6期生として入学。 皇族として、初めて海軍航空隊に所属した。1921年2月、茅野宮国の領の第二女子である、佐紀子女王と婚約が内定。同年3月に直居が降りたが、様々な事情で延期が繰り返され、最終的に1922年7月19日に、結婚した。しかし、翌1923年9月1日、 関東大震災のため山品の宮家の鎌倉別邸は倒壊し、上え誤解任中の先子妃が公居した。1924年には民間航空振興のため、練習費を徴収しない飛行機搭乗者、養成機関として、東京下の立川陸軍飛行場の一部に、奥に航空練習所を創設した。施設が整い、翌1925年6月から練習生を募集し、 同年9月22日入所式が行われた。死別当時、竹飛行はまだ25歳であり、1925年7月に、梨本の宮家ののり子女王と、同年秋にも再婚すると発表された。婚約中は、のり子女王を伴って、立川の航空練習所を訪問したこともあった。しかし、約1年後には、竹飛行の神経衰弱が、 回復墓場歌しからぬため、皇族会議をはじめ、宮中行事にも出席できない状態であり、婚約を辞退すると発表があった。翌1926年7月5日、奥に航空練習所は閉鎖された。当時の皇室天板では、皇族は養子を取ることができず、1929年に松ッ茂イ・王が親戚降下したことにより、山品の宮家の後継者はいなくなった。 1929年7月6日付の読売新聞は、お通話し、山品宮殿下、ご回復おぼつかなくの見出しで報じ、山品宮家に同情した。1929年11月、少佐に進級するも大名となり、1932年には予備役に編入。当時東京球団にあった、山品宮邸には開かずの間ができたと噂された。 老いのつくばつねじは、1959年出版の実調で次のように回想している。僕たちは、そのおじを、ついぞ見たことがなかった。数人の近所が外部との連絡をしているだけで、それ以外の誰にも会いたがらず、僕たちは本家に行ったとき、離れ屋敷に近寄ることさえ厳禁されていた。僕たちが一寸でもそっちへ行きかけると、普段は、 優しい本家の女中たちが、たちまち結層を変えて、そんなことをしたら、どんなことになるかわからない、と押しとどめる。話に聞くだけの、怖いおじさまが住んでいる、垣根に囲まれた離れの屋根を、僕は、恐ろしい猛獣でもいるかのような気持ちで、眺めたものである、つくばつねじ、後者、早くの時代 P321947 年、他の三宅と共に功績を離脱して、 山品武彦となり、公職追放となる。追放は、1951年に解除された。その後も、入退院を繰り返し、晩年は、東京都世田谷区奥沢に移住した。1983年8月17日、山品野生鳥獣保護研究振興財団を、設立した。1987年8月10日、老衰のため、 神奈川県藤沢市の医療法人社団、清志深海藤沢病院で生居。も主は、弟の山品義丸が務めた、山品武彦に関するカテゴリー。ありがとうございます。